皆さん、こんにちは。私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。本日は、渓谷で、文政権の政策により、4年後に、公共機関の負債が600兆円まで迫ると予想されたことについて話していきます。ぜひ最後までご覧くださいね。企画財政部が、2日に発表した、2019から2023年の公共機関中長期財務管理計画によると、39個の主要な公共機関の負債が昨年は479兆円で、来年には500兆円を突破し、2023年には586兆円に約100兆円以上増えると予想されました。脱原発に通称される政府のエネルギー転換政策とムンジェインケアと呼ばれる健康保険の保障性の拡大で、負債が大幅に増加する見通しを立てています。さらに、今年は関連分析を開始した2014年以来、初めて公共機関の当期純利益が赤字を記録、営業利益で利子も出せない年になると思われます。特にエネルギー企業の負債増加が目立っています。韓国電力の負債は今年59兆2000億ウォンで、2023年には78兆ウォンまで増加すると予想されます。エネルギー変換に伴う負担をエネルギー企業が抱える構造であるからです。関連をはじめとする発電子会社は今年の燃料費の増加、為替の上昇、設備の拡充などで負債規模が前年比 12.3 兆円増加しました。政府は石炭火力、原子力を減らし、新・再生可能エネルギー発電の割合を増やすエネルギー転換政策を進めているため、この政策による変動とともに負債額も増加すると予想されています。さらに国民健康保険公団健保負債の増加も目立つとされています。今年の債務見通しは13兆2000億ウォンですが、2023年には16兆7000億ウォンまで増えると予想されています。菅孫仁高麗大経済学科教授は、財政赤字を増やすのは次の政権と将来の世代に責任を先送りする行為と同じとし、今回の政府にのみ耐えることがあれば大丈夫という考えで政策を運営してはいけないと述べました。今でさえ多額の負債を抱えてるにもかかわらず、文政権の政策、不買運動、反日運動による経済の停滞で、さらに負債の増加のスピードが早まると予想されているのに、他国から信用を落とす行動をして大丈夫なのでしょうか。将来の自国の首を自ら絞めている気がします。困った時に助けてもらえる関係性づくりをしておいた方がいいとは思います。債務のほとんどが外国からの借金、債券を発行してしのいでる貧乏国、その債券もすぐに換金できない、通貨危機になったらどうするの？日本は助けないよ。輸出が止まれば首が締まる国。なぜ日本をいじめる？立場を理解すべき。借金が増えれば金利を上げることができなくなり、金融政策にも制限ができる。韓国への投資がなくなり、金融危機が起きても金利を上げて対策が取れなくなる。でも将来の破綻するとしても、こうして無理やり財政出動で失業率を名目上減らさないと、今の経済政策の失敗が明らかになる。だがいずれギリシャ型破綻が来る。やはり文大統領は最高の指導者です。韓国政府の放漫な財政運用、どうせ一期5年限りの大統領職だ。好きなようにやって、責任は次の大統領に取ってもらおう。バイ、ムン大統領。将来が見えてないですね。国のトップに方向性が委ねられる国民の将来が気が気でならないです。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。皆様からのコメント、ご意見、お待ちしております。みんなで楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。ぜひ、ゆかりに皆様の考えを教えてください。チャンネル登録もお願いします。また、次回も遊びに来てくださいね。